こんにちは、あやのです。今日は日本のコンビニエンスストア、コンビニについてお話しします。日本のコンビニの特徴は2つあります。1つは24時間営業しているコンビニが多いことです。日本ではコンビニは24時間空いてますので、いざという時、夜遅い時間に利用される方も多いです。2つ目はご飯の種類が豊富、そして日用品なども買えることです。ご飯も、手軽に食べれるものから特別なものまでいろんな種類の食べ物を買うことができます。今日はそんなコンビニで買えるものを私がいくつか皆さんに紹介していきたいと思います。その前にコンビニに行った時に皆さんがどうやって店員さんとやり取りをするか実際に見てみてもらいたいと思います。早速見ていきましょう。いらっしゃいませ、こちらの商品温めますか？あ、温めてください。袋はお付けしますか？お願いします。お会計は550円になります。はい、ありがとうございます。このようにやり取りはとてもシンプルです。もう一度聞いてみましょう。いらっしゃいませ、こちらの商品は温めますか？袋はお付けしますか？お会計は550円になります。皆さんどうでしたか？このようにコンビニエンスストアではお話しできれば大丈夫です。それでは今から早速コンビニで日本で買えるものを皆さんに紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで戻ってまいりました。コンビニで買えるものを紹介していきたいと思います。まず一つ目、日本のおにぎりですね。このように、手軽におにぎりも何種類もあるので選んで買うことができます。おにぎりです。二つ目、このように、いろんな種類のパンも買うことができます。これはいろんな種類があるんですが、コンビニによって、それぞれいろんな種類のパンを出しています。甘いパンなども食べることができます。そして手軽なものから、このように麺類、これは焼きそばというものですね。こういった、温かい食べ物も買うことができます。日本ではコンビニにレンジがあるので、その場で温めてもらうことができます。そして、このような、袋詰めにされているような、手軽に食べれるもの、これはタンスティックですね。このようなものも買えます。そして、飲み物なども豊富にコンビニに置いてあります。例えばこのような、これはコーヒーですね。これは実際にコンビニで自分で作ることができます。手軽に美味しいコーヒーがコンビニで作れます。そして、このようにペットボトルの飲み物もたくさんコンビニに置いてあります。これは、日本の限定ですかね、今人気の抹茶のラテです。そして日本ではもちろん手軽に食べれるおやつがたくさん置いてあります。例えば今人気のアニメの鬼滅の刃のスナック、これはねずこちゃんのチョコバーですね。このようなものも買えます。そしてこういった呪術廻戦というアニメーションのおやつだったり、こういった
アンパンマンのチョコレートなど、これ以外にもたくさんポテトチップスやチョコレートなど手軽に食べれるおやつが豊富に用意してあります。そしてこういったご飯以外にも日用品をたくさん買うことができます。例えば歯磨きや洗剤なども買うことができます。そしてこのような本やマガジンなどもたくさん置いてありますので買うことができます。そして今だと、コンビニならではの化粧品なども豊富に揃えてあるので、コンビニで日用品や化粧品などを手軽に買うことができます。皆さんどうでしたか？このように日本のコンビニにはいろんなものが置いてあります。日本に来た時にはぜひ最初にコンビニに行ってみてください。皆さんが欲しいものが見つかるかもしれません。そしてコンビニでの店員さんとのやり取りはとっても簡単です。皆さん安心して日本のコンビニに行ってみてください。今日は日本のコンビニについてお話ししました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。